甘いお話。今日は庶民の和菓子今川焼きの新しい形です。ビートたけしが少年時代を過ごした町、足立区梅島。訪問介護士としてこの町を駆け巡っていたあゆみさん。おはようございます。あゆみさんが今川焼き春木亭を始めたのは2年前のことです。あんこが好きだったのと、何かをやろうと思った時にひらめいて、今川焼き屋さん、もう最初はもう続くかどうかも自分でも本当に分かんないぐらい。でも今川焼きへの愛は誰にも負けませんでした。冷めても固くならないように研究を重ね、納得の生地を開発。特製のあんも甘さをギリギリまで抑え、軽やかな味を追求しました。そしてたどり着いたあゆみさんの今川焼き。いらっしゃいませ。焼きたてはもちろん、冷めても美味しいと評判なのです。はい、いただきます。他の今川焼き屋さんは行ったことありません。そうじゃない。いや、美味しいですよね。あんこも美味しいし、他の今川焼きとは全然違いますよね。小麦の香りがふわっとくるのがいいですね。焼きたてをここで食べて、であと持って帰ってこうしっとり感の柔らかいのを食べ、2回美味しいという感じで、今川焼きが売れなくなる夏、何か手はないかと編み出したのがこれ。チョコでコーティングした冷やして美味しい今川焼き。なんかチョコパイみたいで、パリパリして、あ、これは美味しいと思って、自分もこの仕事、あゆみさんの天職だったのかも。